皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて、10代から60代までの1万人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートは、プロ野球若手選手で、特にイケメンだと思う選手は誰ですか?という内容です。では、早速見ていきましょう。25位は、紅林弘太郎オリックス。みんなの意見はこちら。紅林弘太郎は、整った顔で、野球選手としては色白、いつも色気のある選手として注目しています。入団当初は、そんなに目立っていませんでしたが、オリックスを強くした選手だと思います。24位は、黒川市比東北楽天。みんなの意見はこちら。目が大きくて魅力的で、笑顔も多く明るいので、素晴らしいイケメンだと感じます。ハッスルプレーが魅力の選手で、今後大きく飛躍すると思うので、多くの人に注目してほしいです。23位は、小園海斗、広島東洋。みんなの意見はこちら。大変素敵なご婦人に見初められ、それ以降、成績が向上している。範囲は、狭くとも確実に狙った女性に見初められるのは、イケメンの証だと思っている。中日戦以外で、これまで以上に活躍することを期待しています。22位は、浅野翔吾読売。みんなの意見はこちら。浅野選手も今季、終盤著しい活躍を見せ巨人でも、終盤からスタメンに定着し、巨人の優勝の立役者になったと思う。何よりまだ、若いにもかかわらず、活気あふれるプレーを見せて、若手の良さが見れた。21位は、村松解任中日。みんなの意見はこちら。顔が醤油顔でかっこいい。常にクールさがありながらも、お茶目な一面も持ち合わせている。ヒーローインタビューでも、常に冷静に答えている。見た目ももちろんだが、全体的にクールさを感じる。20位は、中村貴弘。広島東洋。みんなの意見はこちら。広島在住の女性の3人に、1人は彼の LINE を知っているというのだから、驚きである。そして、確実に仕留めるのは、イケメンにしかできない特権だと思う。しかし、数ヶ月ごとに深夜の花火を打ち上げるのもいいが、一軍で花火を打ち上げてほしい。19位は、中島大輔東北楽天。みんなの意見はこちら。青山学院大学の卒業で、キャプテンを務めていたことでも有名な選手ですが、本当にその経歴通りのイケメンだと思います。俊足巧打で、今季も一軍で活躍している、素晴らしい選手です。18位は、長岡秀樹、東京ヤクルト。みんなの意見はこちら。韓流スターのような、優しくて薄いいでたちで、人気が出ています。かっこいいですし、可愛さもあるので、かなりイケメンと言っていいと思います。ショートの守備も上手いですし、さらに伸びてきそうです。17位は、田村俊介、広島東洋。みんなの意見はこちら。バッターボックスに入って構えている時のテレビに映っている横顔が、非常に爽やかな印象がある。また、体はそんなに大きくないものの、長打を打てるパワーがある部分は、かっこいいと思うから。16位は、渡辺勇太郎、埼玉西武。みんなの意見はこちら。可愛らしい感じのあるイケメンです。意外と大きな体が、そのイケメンさを増している印象があります。優しそうな雰囲気でもあり、すごく応援される選手になると思っています。15位は、内山壮真、東京ヤクルト。みんなの意見はこちら。顔立ちが可愛らしくもあり、イケメンと言っていいと思います。さらに、センスがものすごく、保守でありながら、外野の守備も完璧にこなすので、本当にかっこいいなと思っています。14位は、蛭間拓也、埼玉西武。みんなの意見はこちら。西武ライオンズの森脇選手以外にも正当なイケメン、見た目だけではなく、髪型もかっこいい。プレーではつらつとしていて、ガッツを感じさせるキャラクターでもあり、イケメンだけではなくプレーでもかっこいいです。13位は、福島蓮、北海道日本ハム。みんなの意見はこちら。福島選手は、身長が大きくて、身長190センチ超えの長身の選手だが、顔がかなり小さく小顔で、かっこいい新庄監督も、17歳くらいに見えると発言があったが、童顔なので、高校生にも見えたりもする。12位は、横川会読売。みんなの意見はこちら。大阪桐蔭時代からルックスが良く、指名順位で見ると、根尾藤原の陰に隠れてはいたが、人気はあったように記憶している。徐々に成績を良化しており、今後、ローテーションに入るようなことになれば、もっと人気が出るような気がしている。横川選手は、上背があってはにかんだり、笑ったりした時に、人懐っこい笑顔を見せてくれます。でも、マウンドに上がって、
スイッチが入った時の表情はキリリットミットに集中してかっこいいです。11位は岡林勇気中日。みんなの意見はこちら。目がパッチリとしていてイケメンであると感じます。スピードが魅力の選手で、そこもかっこよさを際立たせていると思います。チームを盛り上げる熱いプレーも多く大好きです。笑顔がとても素敵で、ヒットを打った後の喜ぶ顔が可愛らしいしかっこいい。見逃したボールがストライク判定だった時のポカンとした表情も可愛らしく、女性にとってとても魅力のある選手だろうなと思う。10位は松尾しおん横浜 DeNA。 みんなの意見はこちら。松尾くんは将来有望で打てて守れるキャッチャーになる可能性があると思いますが、マスクをかぶってるいる守備の時と打席に立った時の素顔とのギャップが良いと思います。ちょっと古風っちゃ古風ですが、シュッとしてるなぁとよく話します。2年目の捕手、高卒1年目、2軍の試合で104試合に出場。横須賀スタジアムでの試合の後、出待ちをしているファンたちに笑顔で対応してくれる。手を差し出す。子供の帽子にサインをしてあげている姿も見られた。スピード感あふれるプレーで期待の若手選手である。9位は水谷窓か。北海道日本ハム。みんなの意見はこちら。高身長、かつ顔もイケメン。ソフトバンク時代は3軍2軍生活であったが、日本ハムに移籍し著しい活躍を見せ、交流戦では打率トップ、今季の成績も日本ハムが2位に輝いた立役者である。高身長のスタイルや甘いルックスからは想像できない関西人ならではの愛嬌があるところも好印象です。最近できた応援歌を打席で噛み締めている姿もイケメンでグッときます。8位は前田優吾、福岡ソフトバンク。みんなの意見はこちら。高校生、大阪桐蔭時代から見ていてイケメンだと思っていた。ストレートの球速は140キロ台だが、長身から繰り出される左投げでの投球も魅力的。まだまだこれからの伸びしろも十分あると思いますし、応援しています。今風のイケメンではないが、凛々しく男らしい顔つき、ヘラヘラしていなくて、いつもキリッとしていて、意志の強さも感じさせる。若手の時代劇俳優にいそうな感じで、イケメンだと思う。7位は、内星流東北楽天。みんなの意見はこちら。内星流選手は、チーム随一のイケメンだと思う。他にもイケメンな選手は多くいると思うが、内選手は、どこか日本人っぽくない韓流スターにいそうな見た目をしているので、他の選手とは抜けてると思う。韓流スターのような雰囲気の顔面で、女性人気も高くイケメンであると感じます。キャラクターも面白く、先輩からも愛されているので、さらに人気が出そうな投手だと感じています。6位は、森下翔太阪神。みんなの意見はこちら。表情が豊かで、先輩と後輩の両方から愛されるキャラをしている。普段はベビーフェイスでおちゃらけていて可愛く見えるが、試合になると真剣な眼差しで相手投手を並んでいる目がたまらない。バッターボックスからピッチャーを見る顔つきが闘争心を感じ、何かやってくれるんじゃないかと感じるオーラがある。一見こわもてに感じるが、笑った時に優しさを感じる。バッターボックスに立っている時のギャップが素敵。可愛らしい笑顔が魅力のイケメンだと思います。大学時代から活躍していて、だんだんプロ野球界の水にも慣れてきた印象があります。スター性も高いので、期待している選手の一人です。5位は、竹内夏明、埼玉西武。みんなの意見はこちら。今流行りの甘いマスクではなく、いろいろな試練を乗り越えた、たくましい男の顔をしていると思います。新人ですが、ピンチを乗り越えた時に見せる、気迫あふれる表情がすごいといつも思っています。爽やかなルックスでキリッとした目つきなど、顔が整っていると、私は思っています。野球のかっこいい一面なだけではなく、プライベートで時折出てくる、お茶目な姿のギャップもあって、イケメンだと感じます。キリッとした表情が魅力的で、可愛さもありますが、イケメンだと感じます。おとなしい雰囲気もあり、その落ち着きが、イケメン度を加速させている印象があります。今年は、新人王を取りそうですし、来年も期待です。4位は、万波中正、北海道日本ハム。みんなの意見はこちら。守備の時積極的で好印象。好プレーが出た時に見せる、ドヤ顔と笑顔がすごくかっこいいと思う。普段もずっと笑顔なところが素敵。万波も、スイングのフォームが綺麗だと思う。キリッとした顔立ちで、真剣な顔からの笑顔が素敵です。
高身長からの打撃は魅力的ですが、やはり私の一番は肩の強さ。動画などにもアップされているが、歴代の強肩選手にも劣らないレーザービームは鳥肌ものです。堂々とした体格とクールな雰囲気が特徴で、スタイリッシュな外見が魅力的だと思います。力強い眼差しやアスリートらしい姿勢が一層魅力的です。プレーの力強さも相まって多方面で注目を集めているのではと思います。3位は森高志と横浜 DeNA。 みんなの意見はこちら。ベイスターズのファンではないですが、シンプルに顔が整っていると思います。野球選手っぽくないかっこよさ、目鼻たちがしっかりしていて笑うと可愛い感じもいいと思います。爽やかな笑顔と整った顔立ちが特徴的で、若々しさが溢れるフレッシュなルックスが人気を集める理由だと思います。また彼の機敏なプレーや積極的な姿勢が外見だけでなく内面の魅力も表していると思います。プレースタイルも含めスタイリッシュというか今風のイケメンだと思う。女性関係のスキャンダルもあったが、それも顔が良いことによるものなのではないかなという気がしている。プロ野球界屈指のイケメンだと思います。アイドルだと言われても納得できるような顔面だと思います。プレースタイルも爽やかで、間違いなく異性からモテるだろうなと思う男です。2位は渡来高輝横浜 DeNA。 みんなの意見はこちら。明るく笑顔が素敵で、先輩たちにも可愛がられるチームのムードメーカー。今のポジションはライト、お父さんは元ヤクルトの渡来博文選手。そんな彼だが、横浜高校時代まさかのドラフト漏れを経験している。父に励まされ、悔しさを乗り越え、最短3年で指名権利を得られる社会人野球に進み、自分の体型を考えたバッティングフォームを見出した横浜 DeNA ベイスターズに入団後、3月に行われた開幕戦で同点スリーランホームランという鮮烈なデビューを果たした。その後失敗も経験しながら2軍に行くこともあるが、どこにいても彼はチームで一番元気よく声を出している。そんな姿に誰もが笑顔になる。とても魅力的な選手だと言えるだろう。笑顔がかっこいい印象があり、そういった部分でチームのムードメーカーになっていると思う。またヒットなどを打った時のガッツポーズがそれなりに派手で爽やかな印象があるから、目鼻がキリッとしていて整った顔立ちをしていると思う。髪型などもおしゃれで、野球選手だけでなくモデルでもいけそう。本人も自分でわかっているのか、立ち居振る舞いも綺麗。お父さんも元プロ野球選手ということで、活躍プラス余計にテレビなどで取り上げられることが多くてよく目にします。見るたびに今時の顔、爽やかイケメンで話も上手な選手だと思う。1位は藤原恭大千葉ロッテ。みんなの意見はこちら。高校時代から圧倒的認知度と全国区の実力を持っていて、高層、森蔵表紙揃っている。目がパッチリしていて顔立ちもよく万人受けすると思う。野球をしている時とプライベートとのギャップが良い。スイングのフォームがすごく綺麗。スタイルがいい。笑顔が素敵で、前髪が顔にかかった時の雰囲気が最高。和田康志郎とのやりとりも最高に面白い。左利きというのが最高のポイント。抜群のイケメンだと感じています。男らしい爽やかなイケメンで、女性ファンも多いです。足が速いところもイケメン度を上昇させている気がします。最強の外野手になっていくと感じます。高校野球で甲子園に宮城代表仙台育英高校で出場していた時から、一人だけ顔が整っていて目立っていました。スタイルも良かったけれど、目鼻たちがシャープでキリッとしていてイケメンとしか言えないです。千葉ロッテのファンではないのですが、藤原選手の顔がタイプなので、打席に立っている時はなぜか応援してしまいます。甲子園の時から見ていますが、顔がかっこいい。男らしい顔つきも素敵だと思います。野球に興味がない人でもファンになってしまうであろう。俳優をやっていてもおかしくないような顔が選んだ理由です。しかし大阪桐蔭という歴史と伝統、実績がある高校出身で、野球の腕も一流なところもまた魅力されます。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。ぜひコメント欄もご覧ください。こういうアンケートもしてほしいという希望があればぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。